皆さんこんにちは、武田塾の高田です。田野です。今回のテーマは総計上智マーチカンカン同率キャンパス格付けチェック雑談会といいますか、はい、大学のイメージをみんなちょっと掴んでもらうための企画やっていきたいなと思うんですけども、はい、特にね、地方の高校生上京しようとかね、関西の方行こうとかいろいろ思ったりするわけじゃないですか。実際大学のキャンパスとかってオープンキャンパスとか行かないとなかなかイメージつかないと思うんですよ。正直今回キャンパスの格付け SSSABC5 段階で僕が独断の偏見で評価していきたいなというような企画になってますと。キャンパス格付け会においてはね、はい、もうトップに君臨するプロ中のプロですからね。一応塾講師なんですけど、はい、いろんな大学もちろん見てますし、実際足運んだりもしてるので、それちょっと語れる部分はあるかなと思います、うん、はい、今回何をもって格付けするんだっていうと、まず立地ですね。例えばその都心から離れすぎたりすると当然評価下がりますと。あとはね、景観です。景観っていうのはキャンパスの建物の雰囲気とか、うん、そういったところをもろもろ考慮してっていう形になります、うん、はい、この立地×景観の方程式でキャンパスの格付けをね、はい、SSSABC5 段階で評価していくという企画やっていきましょうか。いや楽しみすぎますね。あ、本当ですか。まず早稲田大学からいきましょうか。早稲田大学2キャンパスあるんですけど、メインキャンパス早稲田キャンパスからいきましょうか、はい、早稲田大学早稲田キャンパスは S としましょうか。おいきなりね、うん、高めですけど、うん、場所早稲田駅ってね、うん、駅があるんですけど、中野馬場からも近いですし、はい、山手の中新宿も行きやすいということで立地もいいでしょうと、うん、早稲田大学のあの大隈講堂とか、はい、キャンパスの数々、政治経済学部があのキャンパスもガラス張りで中にエレベーターあって、うん、すごいですよ政治経済のキャンパス、はい、そういったところ考えて S 評価でいいでしょう。 SS にしてもいいぐらいですけど、うん、ちょっと JR の駅からはね遠いんでね、高田馬場から結構歩くんで、地下鉄の駅しかないというところで S という評価にさせてもらいました。個人的には最初これ SS かなと思ったんですけど、馬場からの距離がね、うん、若干なのと、馬場も馬場で盛り上がってはいるけど、うん、やっぱもっと他のね大きな駅に比べると、うん、若干ね下がっちゃう部分は否めないのかなというところですね、うん、そうですね。あとはやっぱ学生街が大学の周辺にあるっていうところもでかいかなと思ってて、うん、はい、学生街があるっていうのもちょっとプラス査定で早稲田大学の本キャンパスは S とさせてもらいました。その周辺の他のキャンパス、ちょっとこの動画でどのぐらい扱えるか分かんないですけど、はい、所沢キャンパスに関しては C とさせてください、うん、一番最低ランクになっちゃった早稲田大学所沢キャンパスは場所こんな感じで、小手差し駅っていうところは最寄りになるんですけど、はい、そこからバスで結構乗るんですよ。バス使うっていう時点で自分としては評価やっぱ下がります。どうしても駅直結がいいじゃないですか、やっぱり徒歩5分10分以内に大学があるっていうのが自分の中で理想なんで、バスに揺られて大学行く、しかも山ん中遊ぶ場所も少ないってなると、どうしても C ランクになっちゃいます。早稲田大学所沢キャンパスの評価としては C とさせてください。続いて慶応行きましょうか、はい、1、2年生の間は日吉キャンパスで、3、4年生で三田キャンパスで過ごす学生が多いですと、はい、日吉に関しては A ランクですかね、うん、他の先生のね通ってた生の意見も欲しいですけども、はい、まず日吉駅っていうのが神奈川県のね場所になるんで、はい、ちょっとその都心から離れてるっていうところで、まず立地がちょっと微妙だと、うん、駅直結でアクセスはめちゃくちゃいいですと、うん、日吉駅の真ん前にあるんで、はい、そこは素晴らしい。景観に関しては日吉キャンパスめちゃめちゃ立派な建物多いので、うん、そこはプラス査定。プラス査定って何について査定してるの。受験生がちょっとでもいいキャンパスに行ってほしいという思いで、はい、僕もね慶応生から嫌われるリスク背負って話してるんで許してください。というわけで A 評価とさせてもらいましょうか、うん、どうですか彼女この辺は。個人的にも評価結構難しいところだなという ね、はい、ね、日吉自体でいうと、はい、都心から離れてるし、両裏っていうその商店街ぐらいしかないから、はいはい、ここだけで考えるとかなり低くて、うん、個人的には B が最悪 C もありえるな。最悪 C も、うん、早稲田大学所沢キャンパスと慶応日吉キャンパスで並ぶんですか。並ばないな。そうか、難しい。そう考えると B か。唯一の救いというか、はい、大横線沿いにあってね、言ったら渋谷に一本で出れる、はいはい、かつ反対に回れば今度みなとみらいが待ってるんで、ね、なるほど、そのちょうどねこう中間ぐらいにあるから、はい、そこをね両方どっちも楽しめちゃうぞっていう、ここがね立地のプラスになるところかな、ね、なるほどなるほど。難しいところですね。難しい。慶応日吉キャンパスは正直査定分かれると思います。分かれる。慶応三田キャンパスの方行きましょうか、はい、3、4年生の方。三田も難しいけど S かな。 S か。場所は田町ですね、はい、品川とかそっちの方面で、うん、オフィス街なんですよ、うん、もうちょっと学生がいる新宿渋谷池袋この辺りだったら SS 査定になってました。遊ぼうと思ったらちょっとあの辺だとちょっと学生で遊ぶっていうのがなかなかないんで、うん、どうしても渋谷新宿、うん、池袋とか学生が多いところに行かないといけないという意味で、うん、オフィス街にあるっていうところで SS ならずと。キャンパスの建物自体は慶応といえばみたいな門があるじゃないですか、うん、歴史あるレトロかつなんか西洋風のザ慶応みたいな建物があるのが三田キャンなんで、うん、そういう意味ではやっぱプラス査定ということで S 評価です、はい、田町、はい、で、まあ、三田線で三田駅も使えるんですけど、うん、オフィス街っていうのはまさにその通りで、うん、渋谷だったりとか、うん、あと六本木とかね港区とか近いっちゃ近いんだけど、はいはい、タクシー使わなきゃいけなかったりとかって、はいはい、そこの不便さはやっぱ学生時代から感じてましたね、うんうん、ただ景観のところで言うと、はい、キャンパスの門以外にもう一つね、はい、プラス査定だと思うところがあって、はい、望郷タワードーンなの。あー
確かにな、それ確かに京王オープンキャンパス行くとビビる人多いと思います、はい、東京タワーこんな見れんのみたいな、うん、確かに東京タワーはえぐいっすね、夜あそこのね帰り道とかこう歩いてるだけですごいね、なんか気持ちいい風浴びながら、確かにここいい場所だなって感じ、ごめんなさい SS に変えます、東京タワー忘れてた、東京タワーあれインパクトえぐいっすわ、うん、東京来てるっていうね、特に地方の人がこの動画見てると思うんで、はい、感動しやすいと思うんで、うん、SS です、京王三田キャンパス、お上がりました、はい、可能性のプレゼンにより、およかった、そんなわけで京王三田キャンパスは SS 評価と、ポンポン行かないといけないですね、うん、上智大学来ました、はい、これも自分は SS だと思うんですよ、うん、場所が四ツ谷駅っていう東京のど真ん中の駅にありますと、うん、四ツ谷駅からもう歩いてもう3分とか、うん、もうめちゃめちゃ近い、駅の真ん前に上智大学ある、うん、しかも建物の景観もめちゃくちゃいいというわけで、立地景観ともに最高クラスの評価、うん、ということで上智大学四ツ谷キャンパスは SS とさせてください、はい、これも異論ありますか、これももうほぼ異論はないですね、はい、ないですね、まあ、強いて言うなら、はい、四ツ谷駅周辺がね、はい、居酒屋とかがいっぱい、はい、飲み屋街みたいなところもあるんですけど、うん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 、新宿とかね、うん、渋谷に比べるとちょっと劣っちゃうかなぐらいで、ぐらいですね、四ツ谷駅のだって利便性めちゃくちゃ高い、はい、新宿にもすぐ行けるしみたいな感じで、はい、各線でいろいろ通ってるんで利便性も高くて、これはもういろんないんじゃないですか、というわけで上智大学は SS 評価と、続いてマーチ行きましょうか、うん、明治大学、はい、明大前のねキャンパスと駿河台のキャンパスがあるんで、うん、2つ評価していきたいんですけど、明大前のキャンパスは正直 A かなと思います、はい、駿河台のキャンパスは難しいけど S 上げたくないけど S かなと、上げたくないですか自分が好きなキャンパスの景観としては、うん、明治のあのリバティタワーっていう感じよりも、うん、慶応の三田キャンとか早稲田キャンパスとか大学っぽいあのキャンパスが好きなんですよ、歴史を感じるね、そう、明治は俗に言うビルキャンなんですよ、駿河台キャンパスの方は、うん、リバティタワードーンで建物高層ビルになってて、そこで授業受けますよっていうタイプなんですけど、なんか大学に通ってる感がないなっていうのが自分としてはちょっと残念なポイントで、大学って休み時間の間とかにこの建物からこの建物にちょっと移動してみたいなのが僕がイメージするザ大学ライフなんですよ、確かに明治ってこうビルの中をこうなんか何々教室か何々教室移動する、ちょっとおもんなくねっていう風に個人的には思うんで、自分の理想とする大学生活はすよ、明治の駿河台キャンパスの方はちょっと評価 S 上げたくないけど上げざるを得ないというところで A 寄りの S とさせてくださいと、まず明大前の方からいくと、場所がちょっと山手線から外れちゃってるんですよ、明大前っていう駅になってます、明大前に関しては新宿も渋谷も両方一本で行けるんでアクセスとしてはいいですと、明大前の駅からもすぐのところに明治大学あるんで通いやすいですと、ただちょっと山手線の内か外かって結構大事やと思うんで、はい、山手線の外にあるっていうところで A 評価かなと思います、はい、明大前のキャンパス自体も早稲田だったら大隈講堂とか、慶応のね三田キャンパスだったらこれとかあの門が有名とかあるじゃないですか、はい、明治ってこれっていうのが明大前のキャンパスにない気がするんですよ、門とかでかいし教室も綺麗だとは思うんですけど、明治に通ってるみたいな感じがちょっと味わいづらいんじゃないかなというところで A 評価とさせてもらいました、なるほど、明大前はね、はい、もうこう学生街でね、うん、すごいいろんなねお店もあって、店多いですね、まあ、もう大学から出てすぐにその周辺で楽しめるっていうのは魅力の一つかもしれないですね、うんうん、そうですね、駿河台キャンパスの方は我らが武田塾もあるお茶の水の駅にありますんで、立地としては抜群だ、お茶の水もね東京駅も行けるし新宿も行きやすいし、めちゃくちゃ利便性の高い駅なんで S 評価とさせてもらいました、リバティタワーっていうねめちゃめちゃ高層のビルがあるんですけど、それもお茶の水のキャンパスにありますよ、はい、ということを押さえておいてください、はい、続いて青山学院言いましょうか、はい、青山学院は文句なしの SS ですね、うん、SS を超えた SSS でもいいかもしれないトリプル S 出ちゃった、はい、青学はキャンパスやばいっすら、うん、もう渋谷と表参道の間にあって、うん、近くにもやばいっすよ、ビトンとかディオールとかありとあらゆるもうブランド物の服屋さんがあってみたいな、うん、そんなところにあるキャンパスなんで、それはもう立地抜群ですと、キャンパスも普通に綺麗です、うん、青山学院ねキリスト系の大学なんで、やっぱちょっと西洋風の建物が多くて、大きなクリスマスのツリーがあったりとか芝生があったりとか、これぞ大学だみたいなのをめっちゃ味わいやすい、そういうキャンパスになってますと、うん、もう最高ですと。もう一つ相模原の方にねキャンパスもあるんですけど、そちらは場所は正直良くない、でも景観はめちゃくちゃいいですと。これ難しいな、相模原キャンパス立地はダメなんだけど景観がめちゃくちゃいいんで A 評価。ドラマの撮影とかでもねオレンジデイズかな使われてるような相模原キャンパス、ぶっちゃけ大学の中身で言うと相模原キャンパスとか綺麗です、青山キャンパス超え、キャンパスがめちゃくちゃおしゃれなんで、とにかく相模原キャンパス行ってみてほしいなと思いますね、はい、そういうわけで青山学院は青山キャンパス SS、 相模原キャンパス A という評価にさせてください、はい、続いて立教ですね、はい、立教は三田キャンパスとかもあるんですけど、池袋キャンパスの評価を今回はしたいと思います、はい、池袋キャンパスも SS ですね、うん、すごい、もう SS の連発だ、この辺は正直強いです、はい、立教大学は池袋にあります、だから池袋駅から多分徒歩5分から10分ぐらい、うん、めちゃめちゃ近いです、池袋ってもう大ターミナル駅で何でも物を揃ってるんで、はい、めちゃくちゃ立地がまずいいですと。キャンパスもキリスト系のね大学なんで、西洋風の建物がめちゃめちゃおしゃれで、はい、アメリカの大学来たんちゃうかみたいな、うん、スタがいっぱい生えてる中でね、うんうん、ハリーポッターで出てきそうな食堂でめちゃくちゃ大学おしゃれです、はい、そういう意味でもう文句なしでしょうということで SS ですね。そうですね、まさにこのスタのね、はい、建物の前で結構いろんな撮影行われたりとか、はい、そこをねこうくぐった先にあるこのキャンパス内の雰囲気もすごいんですよね、はい、これぞまさに大学だなみ
たいな、すごいいい雰囲気でみんな学んでるんだなっていうのをね感じられて、一度はね行ってみてほしい大学、行ってみてほしい、モチベーションだいぶ上がると思いますね、立教大学 SS とさせてください、はい、続いて中央大学、C かな、中央大学八王子キャンパスは C とさせてください。やっぱり東京からもかなり遠いです、アクセスもあんまり良くない、中央大学明星大学前駅っていう駅がモノレールの駅であるんですけど、モノレールってところもちょっと評価がどうしても下がってしまう、駅直結でバスとか乗らなくていいっていう意味では丸なんですけども、っていう感じですね。大学の建物としても日本一美味しい学食と言われてるヒルトップっていう建物があるんですけど、4階にお寿司屋さんとかうどん屋さんとか食堂が4階建てみたいになってるみたいな、それね目立つようなキャンパスあるんですけど、キャンパス自体がおしゃれかっていうとそういうわけではないというところで C 評価かなと思いますね。食堂だけだとそこはちょっとねなかなか上げきれなかった。キャンパスの中身機能としては素晴らしいんですけど、景観を重視してるんでヒルトップドンって感じで、立教のあのおしゃれな感じ、青山学院のあのキリスト系のね西洋風のね建物じゃないっていうところがちょっともったいないかなと思いますね。明岡谷キャンパスに関しては景観めちゃめちゃいいし立地もいいので、中央大学明岡谷キャンパス法学部のキャンパスは SS ですね。お SS 出ました、はい、中央大学の明岡谷キャンパスは立地もいいし建物も綺麗し、最近できた新しいキャンパスなんでめちゃくちゃいいということで、はい、SS とさせてください、はい、法政大学行きましょうか。法政大学は S ですね。ボアソナードタワーだったかな、ちょっと正式名称間違ってたら教えてください、はい、市ヶ谷駅という駅にあって、立地はめちゃめちゃいいです。山手線の中ですね、四ツ谷とかお茶の水とかの並びにある市ヶ谷駅で、東京のど真ん中にあります、うん、新宿行くのにも近いし、うん、利便性めちゃくちゃいいです、はい、ただ僕が理想としてるキャンパスはさっきも言いました、キャンパスが何個かあってそことそこ移動してみたいな、そっち系が好きなんですよ。法政はちょっとビルっぽいんですよね、歴史をもうちょっと感じたいタイプなんで、自分としてはちょっとこう無機質かなというところで S 評価かなと思いますね。なるほど、はい、マーチ全部見ましたけど、彼女どうでしょう。ある程度予想はしてたんですけど、はいはい、思ったよりやっぱ SS は結構出ましたね。あ、青学立教はやっぱ強いでしょう。そこら辺は SS だなと思ってたんですけど、うん、でもね結構 SS が出てたんで、はい、これは面白いなと思いますね。続いてカンカン同率いきましょうか、はい、カンカン同率なんですが、これ結構難しいぞ。関西大学いきましょうか。関西大学は S ですね。お場所関大前駅、関西大学千里山キャンパスっていうのが梅田から1本で、はい、関大前っていう大学専用の阪急の駅があって、はい、そこからもアクセスめちゃめちゃいいですと、歩いて5分ぐらいですと。学生街も発達してます。関大前駅周辺にラーメン屋さん、油そば屋さん、いろんなご飯屋さんいっぱいありますと。大学に関しても芝生結構僕ポイントでかいんですよ。ポイントもある。この後出てくる関西学院、関西大学、芝生あるんですよ。芝生あるとテンション上がりません？芝生家庭ある、はい、で青山学院の相模原キャンパスにも芝生があるんですよ。芝生あると結構ポイント高めに出やすいんで、関西大学の千里山キャンパス建物もね、オレンジ系の歴史ある建物、綺麗 S ですね。文句ありますか？いやいやいや、プロの言うことなんでね、はい、芝生もしっかりと家庭になるっていうのは今後もねしっかり覚えておこうと思いましたね、はい、大学の中にスタバも確かあるんで、うん、はいはい、それもポイント高いですね。それはポイント高いですね、はい、関西大学 S 評価、はい、関西学院はですね、関学悩むのは B ですね。関学は正直言うと景観は最高クラスです、うん、景観 SS 上げたいです。関、はい、学ってめっちゃ綺麗なんですよ、はい、城の建物、芝生、いや綺麗、木で囲まれてる、めちゃめちゃおしゃれ、最高なんですけども、立地がやばい。まず阪急の西宮北口駅で乗り換えをするんですけど、はい、そこから北上していくんですけど、西宮の今津線っすね、うん、そこの高等園っていう駅で降りるんですけど、はい、高等園っていう駅がめちゃくちゃちっちゃい。でそっからさらにバス乗る、バスマイナスポイントです。あ、減点ポイントきちゃった、はい、結構ね山の上なんですよ、はい、高級住宅街です。高級住宅街イコールやっぱね車でしか移動できないような、本来そういう立地にある場所なんで、やっぱりちょっと通いづらいというところでマイナスですかね。そこのマイナスが大きかったんですね、はい、地下に山の上かってことは分かると思います。西宮北口からバスだったらまだ良かったんですけど、うん、西宮北口で梅田から行く人は乗り帰って高等園っていうちょっとちっちゃな駅で降りて、そっからバス待ってバスで行かないといけないっていうね、乗り換えが多いっていうところがちょっとマイナス評価かなと。というわけで立地 C 評価、景観 SS で間取って、まあでも立地が悪すぎる B 評価っていう感じですかね。納得です。続いて同志社大学です。同志社大学は S ですね。同志社大学は今出川キャンパスというのがメインのキャンパスになります。京田辺キャンパスとかになってくると C 評価になるんですけど、はい、今出川は御所の前にあります。もともと天皇が暮らしてたとされる場所ですね、うん、同志社大学今出川駅というのが最寄りなんですけど、今出川駅からもう歩いて3分、駅と大学がもう密接につながってる、同社大生のための駅みたいな感じがまず今出川です、はい、アクセスもめちゃめちゃいいよっていうところと、キャンパスがねやっぱまたね西洋風のキリスト系の大学で、うん、キリスト系の大学ポイント高めですけど、いやこれしゃーないですよ、やっぱ大学綺麗なんですもん、うん、まあ確かにね、カトリック系の大学で、はい、もうめちゃめちゃオレンジのねおしゃれな大学なんですよ。食堂とかもねカフェテリアスタイルになってて、パン屋さんとかもあってめちゃめちゃ綺麗なんですよ、うん、しかもねイブサイっていう学園祭の時にはもうクリスマスツリーがドーンとあってめちゃめちゃ綺麗なんですと、うん、いうわけで同社は景観めちゃめちゃいい、立地も駅近、うん、京都ですけど、うん、京都の中では比較的移動のしやすい烏丸線今出川駅、うん、めちゃめちゃ場所いいですというところで S 評価。京都はね四条烏丸っていうのが京都のど真ん中の中心地にあるんで、はい、そっからの行きや
すさも考えて、はい、烏丸線っていうのが今出川通ります、四条駅通ります、京都駅通ります、うん、京都の主要なポイント全部押さえてる、それこそ東急東横線みたいな路線があるんで、うん、はい、それもプラスさでというわけで S とさせてください。確かにこれは納得ですね。もうちょっと頑張れば SS 行けたぐらいのライン、ね、行けたぐらい上げちゃってもいいよっていう、上げちゃってもいい。でも京都なんで東京のね、渋谷表参道、青山学院、池袋近い立教、この辺とはやっぱ差をつけたいというところで S 評価とさせてください、はい、ラスト立命館ですね、はい、立命館メインが衣笠キャンパスですと。衣笠キャンパスに関しては何やと思います？これめっちゃ難しいですよ。B ですね。 C でもいいぐらいなんですけど、正直 B としときましょうか。立命館僕嫌いな、何でしたっけ、ビル、立命館ビルではないです、ビルではないんですが、バスなんですよ、立命館、京都駅からバスで40分ぐらい、京都っていうのは結構バス文化なんですよ、地下鉄ではたどり着けない場所に立命館あるんですね、北の白馬町駅っていう駅はあるんですけども、嵐山の方行っちゃうんで、全然もう京都駅とか大阪とかメインの方行けないんですよ、北の白馬町っていうバス停で降りて、そこがね立命館大学やったりするんですけど、まずバスが長すぎる、京都のバスはやばいっす、正直言って。僕も京都で暮らしてた身なんであれですけど、最近インバウンド観光客、うんうん、はい、バス渋滞します、満員のバス40分、耐えれます、はい、いやそれは厳しいですね。しかも結構京都のバス荒いで有名です。あ、そうなんだ。京都っていう大都市にそのもそも大学があるっていう意味で、早稲田の所沢キャンパスとかと比べたら場所はまだマシと、ただバス通学、そして建物もめっちゃ綺麗なわけじゃないんですよ、はい、というわけで D 評価かなと思います。ただじゃあ立命館それがマックスなのかって、そういうことではなくて、うん、OIC 大阪茨城キャンパスっていうのが、はい、政策学部とか心理系の学部とか、うん、そういったところで新設されてます。OIC に関しては S 寄りの A ですね、 A 評価、衣笠よりは立地がいいと思います。茨城駅っていうのが JR の駅になってて、梅田大阪駅も行きやすい、中心地へのアクセスも良好で、茨城駅からも歩いてすぐ10分15分ぐらいで着きます。芝生あります、ポイント高いですね。キャンパスも最近できたキャンパスということで綺麗というところで A 評価は上げれるかなと思います、はい、琵琶国立キャンパスがね理系のメインのキャンパスになってるんですけど、これはもう C 評価でしょう、うん、芝生とかもある、運動競技場とかもあるんですけど、はい、南草津駅ってところからバスで20分ぐらい、うん、ちょっと遠いというところで滋賀県ですね、 C 評価になります。はい、バーッと喋ってきました、はい、キャンパス格付けチェック一覧するとこんな感じ、どうでしょうか野先生。これはねだってもうプロがおっしゃることですから、はい、もう私からも何も言うことはないんですけど、はい、まあ、ただ今回ねいろんな最低基準が見れたのはちょっと面白いなと思いましたね、うんうん、そうですね、うん、実際結構受験生目線で自分も採点したつもりなので、はいはい、普通に綺麗っていうよりはなんかどっちかっていうとこうちょっとおしゃれなキャンパスに点数を上げてるような感じになります、はい、なんでどうしてもねキリスト教系の上智青学立教同志社半学なんかは多分そこが下駄履いてるというか点数上がりやすいような仕組みにはなってますと、はい、なるほど。駅からのアクセスとか立地とか学生生活の楽しさ充実度なんかも反映した査定になってますんで、うん、結構地方の高校生とかは参考になるんじゃないかなと思います、はい、異論反論ある方はコメント欄でお待ちしてます。というわけで今回の動画は以上です。高田先生、はい、武田塾の無料受験相談ってどんな話するんですか？受験生のみんなが抱えてる悩みを武田塾のスタッフが解決に導いていきます。今の勉強法のまずい部分だとか、それを無料で全部あなたに教えますよ。今から勉強を始めた高1高2生も、うん、焦ってる受験生も、うん、ぜひ来てほしいですね。詳細は概要欄をご覧ください。